アロハ、ハワイ島のヨーコです。日曜日にオアフから友人が来ました。サウスウェストエアラインの島間のフライト参入で飛行機のチケット代が少し安くなっています。友人はハワイ島へ引っ越しも考えているのでその下見です。とりあえず家へ来ておしゃべりした後、マクーマーケットへ。ここで食べ物を買ってから、午後から近所に売り出されている家を見に行ったりしました。近所に引っ越してこれるといいねという話で楽しみです。そして空港へ送る前にダウンタウンヒロのルーシーズタコリアへ。ハイビスカスティーとストロベリーパイナップルジュース。メキシカンのお店です。メニューの裏面の写真を撮り忘れました。ルーシーズのメニューのリンクを概要欄に貼っておきますね。メキシカン好きな人なら気に入るはず。何頼んでも美味しいです。楽しい時間はあっという間に過ぎていきました。キロ空港でお別れしました。日帰り旅もいいものです。皆さんもオアフから日帰りで遊びに来てみてくださいね。今はハワイアンエアラインとサウスウェストエアラインが島間を飛んでいます。では今日も素敵な一日をお過ごしください。ハワイ島の景色を楽しんでくださった方、私も日帰りでハワイ島に行きたいと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録・高評価お願いします。